はい、高山気象ということでね、見ていきたいと思います。秘密結社フェガム創水ハッチでございます。こちらですね、中京9レース2歳1勝クラスの特別戦芝 1600m の競争ということで、まあこのレースね、まあ、マイル戦ですし、来年のマイルチャンピオンシップじゃないや NHK マイルカップぐらいにはつながるのかななんていうふうに思いながらね、まあなかなか混戦になりそうなんでね、5頭ボックスで軽くいきたいと思います。まずはね、3番ガルムキャット想定4番人気、ネット競馬想定だと4番人気、前走逃げてしまったんでね、まあ負けちゃったというかね、逃げて目標にされてみたいなレースになって失速したんですけれども、まあ、勝ち上がりの時計も良かった馬ですし、まあ、今回ね、鞍上ライアンムーアということで、まあ、引き返しへの期待は持てると思います。まあ、そして6番ブライトファントムネット競馬想定10番人気、まあ、札幌の芝 1500m 戦で新馬勝ちということでね、まあ、これがね、12番枠大外枠だったんですね。まあ、そういう意味では非常に評価してできる価値が高いレースだと思います。まあ、前走は休み明けでしたが、まあ、一息入れて立て直してということで期待をしていきたいと思います。前走はね、大敗でしたがね。まあ、そして7番ダークブロンド想定2番人気、まあ、前走新馬勝ちということでね、まあ、面白いところ、まあ、レーンをね、確保してきたあたり、まあ、面白いし、まあ、距離延長で狙いたいハービンジャー3区、まあ、この馬の姉モンローブロンドの方はね、出資馬だったんでね、まあ、僕のお気に入りの血統でもありますが、チェックをしておきたいと思います。まあ、そして8番マイネル・カーライル想定7番人気、前走ね、小倉でしかも勝ち上がりに参戦を要しているあたり、いきなりはどうかなというところ、ただ、まあ、夏の小倉から休みを入れて立て直してきて、まあ、そしてね、マイネルがトップ騎手を確保してきた時っていうのは、もう必ず勝負係と考えると、鞍上川田優雅期待をしておきたいと思います。そして11番里のビレ想定3番人気、まあ、アイビーステークス5着だったんですが、まあ、今週もね、2着馬がまあハボタン賞で着順を落としたとはいえ、まあ、前に行った馬の中では一番粘ったみたいなね、そこそこ強い競馬を見せたわけですよ。まあ、ルメールへ鞍上強化ということもあって、ここはまたね、期待ができるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そんなわけで、まあ今回もね、こういった形でまたやっていきますんでね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。この後の G1 チャンピオンズカップはメインチャンネルフェガム TV の方でね、すでにアップされてますんで、まあ、まずはね、そちらの方よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。